でまたね、うん、うちのバカなスタッフがね、なんすかなんすか、このオープニングを、はい、CD にね、はい、まあ、焼いて、うん、それをモンスター化しよう言うとんすよ。なるほど、バカでしょこれは。ちょっとそろそういうことやりたがるから、ものすごいのできんじゃないですか。ものすごい15分ぐらいでジャーみたいな、僕はちょっとヒーロー出てるんじゃないですかね。今まで出たことないモンスター出てくるんじゃないかな。すでに、はい、もうあの突っ込んでるらしいです。あ、やってくれんの？モンスターファーム2の中に突っ込んでるらしいので、はい、さあいよいよ我々のこのドラゴンエネルギーがどんな風なエネルギーになって出てくるのか、うん、楽しみですね。これ楽しみですね。はい、角入ろよ、いっぱい来い来い。あー、え、ちょっと待って、俺これ一番好きなやつ。え、そうなの？俺これ一番好きなやつ。なに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 。いや、これ一番好きマジで俺これ一番好きなやつ。なに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 、これ俺が一番好きなオクレイマンじゃん、マジで。何これ、もしこれマジ神だよ、これめちゃめちゃ好きだよ。強い強いの、いや強い強い強い、あ強い、あ賢さあれだけど、これマジで、これライフか、これすごい賢ちゃん48で。ちょっと待って、純ちゃんが好きなモンスターが出たっていうことは、はい、つまりこの歌めっちゃ好きってことさ、はい、やばいなさすがだな。そういうことね。これマジで俺がこれ前実況プレイした時にずっと使って、もう本当に愛して愛してやまないキャラクターですよ。そうだったんだ、すごい。これは来たな。これ名前つけましょうか。名前か、これ名前か、純ちゃんつけよう。これね、俺好きすぎて名前つけられなかったんですよ本当になんか他のキャラクターはいろんな名前つけたんですけど、もうデフォルトでもう好きすぎて尊重したい彼を。なるほど。なんで、あの本名のオクレイマンで。オクレイマン、オクレイマン、オクレイマン、これはちょっと ね、確かに怪我せない、愛情がありすぎてね、愛情がありすぎてね、カタカナでオクレイマン。これすごい、まさかまた会えると思えなかった。ちなみにさ、はい、強いんですかオクレイマンは。いや強い、今初期ステータス見てたら、はい、ライフはめっちゃ上の方な感じ、まあ、素人目にして見てたんですけど、はい、これ強い、強いと言われたら、まあ、そんな強くはないんですけど愛に溢れてるんですよ、なんかすごい愛がもう溢れ返ってるんですよね。試しにさ、はい、あのここ抜きと戦わせる負けてほしくない、マジでちょっとマジでこれね、戦うマンに対して、あ、来ましたね、尖ってるなぁパワーに触れてるなぁ。いやー、勝久もやっぱ毎週見るけどやばいっすね、やばいっすね、色味見慣れないっすね、うん、さあどうでしょうか。これは負けてこれまあエキシビジョンマッチなんでね。いや、これ負けてほしい。ライフが倍以上ありますもんね。いや、強いじゃん、こうやって見るの、オクレイマン。うわ、久しぶり。何年ぶりだ。うわ、動きもちょっと。これかっこくないですか、こいつ。手出るじゃん。闘魂あるですよ。手、うわ生えてくるんですよ、攻撃の時だけ。これ負けんなら、勝地さん絶対。勝地さん絶対負けんなよ。闘魂あるで暮らしやれ。闘魂あるでよりね、逆水平チョップみたいなのが強いんですよ。そっちでいく。そう、回避も高くて、こいつはちょっと化けるな。すげえ血が騒いできた。よみがえるわ、俺こいつと一緒にやったんすよ、ドラマを作ったんだよ。うわ、オクレイマンまさか出ると思うのだ。あ、ちょ、負けんなよ絶対。結構今行きましたね、勝久を結構圧倒してないですか。いいね、お回避も高いんですよ。あー、ちょっとここで意味不明はでかいな。あ、やばい、ちょっと俺の思い出のオクレイマン、ちょっと絶対負けないで、ちょっと勝久だけ負けないで、怪我される勝久に、ちょっと逆スイーショップ、これで、これで決めろ、これで決めろ、やばー、あーすげえ、すげえ、すげえ、マジで勝ったんちゃう、これちょっともう敵ね、いねえよ、かかってこいよ、クレイマンに。これ負ける気せんわ、本気で。これさ、もうあの、これじゃない、番組として、うん、ゲストに突きつけるモンスターこれしかないんじゃないですか。そうですね、これは強いわ。いや強っ、うちのテーマ曲と戦いますってまあまあね、いいキャラクター作ってあるんですよっつって ね、まあ、タイトルとかもまた後日です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、はい、始まりました。僕ね、ちょっと始まって、まあ、冒頭から、はい、こんなことを話すのもあれなんですけども、何でしょうか、純ちゃんと、はい、そして視聴者の皆さんに、うん、
謝罪したいことが一個ありまして。あら、何ですか。謝りたい。何ですか何ですか。先週ね、はい、オープニング曲ができまして、はい、で、まあ、それをですね、CD に焼いて、うん、早速ですね、番組恒例のモンスターファームの中に入れて、うん、モンスターを作りました、はい、それで出てきたモンスター、はい、オクレイマンという、ね、はい、僕の大好きな名前をね、うん、つけていただきまして、はい、でそれでですね、まあ、先週の放送が終わった後ですね、はい、僕のツイッターの方にですね、たくさんじゅんちゃんのファンの方からですね、はい、リプライが飛んできまして、はい、オクレイマンの動画を見てくれ見てくれ、まあ一応ね、僕がやったやつを、そうやったやつを、はい、じゅんちゃんのそのプレイ動画を見てくれと言われて、はい、僕見ました、はい、見て、はい、一つやっぱちょっとちゃんと謝っとこうと思って、はい、あの時、はい、まあ、モンスター出てきたじゃないですか、はい、僕その時オクレイマンのこと何も分かんなかったわけですよで出てきた時にじゃあ名前つけましょうかって僕言っちゃったんですけど、あれすげえ無粋でした。すいませんでした本当にすいませんでした。オクレイマンはオクレイマンでしかなかったです。申し訳ございませんでした。ちゃんと見てくれてるじゃないですか、おじさん。もうね、先週の俺にドラゴンナックルかましてほしい。いや申し訳ない。いやー見てくれました。オクレイマンはオクレイマンだったわ。そうは多分皆さんポカーンとしてますよ ね多分ね、じゅんちゃんのことを知らないという方がもしいらっしゃったら、はい、ぜひそのうんこちゃん、はい、オクレイマンで検索すると動画出てきますんでね、はい、8時間ぐらいの長い動画になりますけど超絶かなり感動ドラマがそこには待ち受けてるので、はい、ぜひともねご覧いただけたらなと思います。僕ゲームしながら泣きましたからね本当にいやでもね、はい、もう影響力あるなと思いましたよ、じゅんちゃんとね番組やって、そうやってリプライとかもすごくたくさん飛んでくるし、あともう一個驚いたのが、はい、じゅんちゃんと僕の同人誌ができてるんですよ、はい、いましたよそれしかも俺が女役なの大石くん気持ちいいみたいな、もうちょっとあれやめてくんな、逆にしてくんない、ちょっと見ましたよ、なんかランキング1位になってましたよ。いや影響力や、まとめサイトのランキング1位になってましたよねあれちょっとどうにかせんといかんすね。確かにさ、はい、バズらせようって言ったよ俺たちどこでバズってんねんっすよね。そっち方向じゃないんだよな。いやでもまあありがたいですね、まあ、そうですね、どこでも話題にしてくれるのはでもあとありがたいですけど、はい、まあ、今週